始まりました、エデンズゼロチャンネル。今日は寺島さんにお越しいただいたので、はい、特別企画、はい、教えて寺島先輩。違う、間違えた。そんな間違えたの？普通に。教えて寺島パイセン。おいいよ、何でも教えるぞ。この企画は声優業界の後輩、我々2人がですね、うん、寺島さんを質問攻めにして、丸裸になった寺島さんの新しい一面を探ろうというすごい企画になっております。なんだろうね、まあ、綾野さんはなんか分かります。あんま後輩感ないんだよね。あ、なんでですか、どうですか。その、佇まいっていうかさ。ちょっとヤンキーが急に湧いてきた。そんなことないけど。寺島パイセン。はい、青木くん。まずは、声優を目指したきっかけは何ですか。オタクだからです。そうなんですか。半分。半分。もともとアニメずっと好き で、はいはい、で別にお芝居とかは知らなかったんだけど、高校の時に演劇部に手伝いで誘われて、経緯はちょっと覚えてないんですけど、気づいたら舞台立ってて、そんなことあるんですか。覚えなんで覚えてないのって思うんだけど、全く覚えてなくて、1年の冬からだったんで、まあ、実質2年半ぐらいの演劇部で活動させていただいて、ど田舎だからアニメとかもそんなに多く放送してなかったから、いわゆるオタクの人口が少なかったのね。まあ、時代的なものもあるけど、幸いなことに1個上の先輩が、その部活のね、演劇部の先輩がオタク で、はい、で僕も通った専門学校に行くっていうから、はい、一気に興味が湧いちゃって、もうアニメ足すお芝居はもう声優だっていう、もう単純計算。青木さんは？あ、僕ですか。僕もすごい田舎出身で。あ、そうなんだ。なんでしょうね、あの日曜の夕方とかにしかやってないようなアニメしか見れないような地域だったんですよ。なるよね。僕めちゃめちゃゲームオタクで。あ、ゲームの方なんだ。ゲームから入って、まあ、とあるあのコナミさんのゲームが僕すごい大好きで、はい、それがの、声優さんのお芝居がきっかけで、あまりにも感動して、あ、この仕事やりたいと思って、そこからですね。なるほどね。でもそこに憧れがあって、そうなりたいんだよ。あ、こういう仕事あるんやみたいな。そう、満を持して私ももうずっとアニメが大好きで、そうなんだ。ちっちゃい時からもう二次元にしか興味がなかったの。おー、ドストレートだ。ご自身でもめっちゃ、ね、絵とか描いてらっしゃいますね。え、はい、そうなんだ。よく描きます。え、僕もです。あ、本当ですか。ちょっと後で見せ合いっこしましょう。ぜひ。お宅の仲間ができた。描く側じゃなくて出る側になりたくなったんだ。そうなんです。あの歌も好きだったので、うんうんうん、あの結構アイドル声優さんとかも出られてる頃だったので、うんうん、歌もアイドルもアニメも全部好きなのが叶える。欲張りさん。それこそ単純計算で。そうな、確かにそうだね。はい、じゃあ続きまして、はい、はい、青木さん。僕カラオケめっちゃ好きで、でも結構ぼっち勢なので一人カラオケにばっか行くんですけど、寺島さんはカラオケって行きますか。昔一人カラオケ行ってた。あ、一時期。もう今全然行かなくなった。カラオケ自体に。そう、そもそもなんか人前で歌うの恥ずかしい。ちょっとわかります。でもめっちゃ歌うお仕事してますよ。はい、ライブはもういいの。ライブはそういうものだから。カラオケでなんか人前で歌うのって。いや、そうなんですよね。友達の前でイエーイってなんかやるの恥ずかしいよね。そうです。なんか自分が歌ってる間に友達がよくスマホとかいじってたらごめんって気持ちになりますね。そう、辛くなる。あー、聞いてないとか。僕の好きな歌のジャンルが絶対誰も知らねえだろみたいなことなので、人と言えないんですよね。僕もアニソンの挿入歌とか歌い出すから。いや、わかります。それでなんかだんだん気使うなと思って行かなくなって、一時期は一人カラオケでずっとアニソン歌ったりしてたけど、綾野さんは行く？私も一人カラオケよく行く。みんな一緒。それこそアニメの挿入歌とかキャラソンとか同じだ。なんか生きてる世界が近いね。そうですね。やっぱオタクはこういう感じになってる。どういう感じだろうな。はい、なんかありますか、質問。はい、はい、綾野さん、寺島さんのちっちゃい時の夢って何でした。僕はもう最初からそっち方面だったので、漫画家とかになってみたいなって思ってましたね。二人の小さい頃の夢ないの。僕もですね、実はちっちゃい頃、本当に記憶にないぐらいの頃、タイムカプセルが20歳ぐらいの時に届いて、それを見たら、あの漫画家と、あとそこに声優も書いてあって、すごい。でも予言オタクだから漫画家にはどうしてもやっぱ憧れるんだなと。憧れる。とりあえず2人漫画が揃いましたけど、はい、さあ、綾野さんは。私も漫画家だ。いや、一緒だ。そりゃ、そりゃもう絵描くよね。今も漫画描いてます。え、ずっと。すごい人いた。ちょっとあの店一個すんのやめましょう。あ、いやいやいや、でも恥ずかしくなって。さあ、まだありますね。はい、はい、青木さん、台本でチラッと見たんですけれども、何でしょう。今ハマっていることでジャニーズってあるんですが。ジャニーズです。ジャニーズがお好きなんですか。好きなの。
すごい好きなんですよ。僕元から割と精神に乙女がいて、声優さんも最初に興味持ったの緑川さんとか小安さんだから。わかります。いい声。深い。わかります。そういう道に入ったきっかけの声優さんってやっぱりいるよね。僕はもう本当ガンダムウィングだったんで。いや僕もウィングで緑川さんの声がなんだこの人はってなって。仕事がきっかけで、はい、ジャニーズのメンバーの子と知り合いになって、で注目していくうちにあれ好きだってなってて、推し活動してるみたいな感じ。してる。うわ、やっぱりそのライブがオンラインで見られるようになったから、ね、もう絶対見てる。すごい。全公演中8割ぐらい見てる。ガチですね。うん、一つの3日間ぐらいずっと見る。今までそんな3次元の推しみたいなのはいなかったから、だから自分でもこのときめきに驚いてて、今や全然冷めやらぬ。供給が早いから。あ、そうですよね。消えないね、火がずっと燃えてる。で、あのさんは3次元の推しとかいないの？私はあのハロープロジェクトさん。ハロープロ推しております。2次元好きな人結構ハロープロ好き多いよね。そうなんですよね。結構こう閉ざされたその的な感じが。どういう例えなんですか？結構オープンな気はしてたけど、入っていくとどんどんディープになっていくってことですか？そうです。どういうところが好きなの？なんだろう、結構なんこう、すいません、ちょオタクすぎてちゃんと伝えなきゃって言葉選んだ。すごいわかる。×。はい、そうなんです。それぞれやっぱあのアニメのキャラクターみたいに個性が強いことが多くて、こう本当にアニメ見てるような感覚で押せるのがハロプロのいいところかな。なるほどね。はい、はい、では僕あの寺島さんと初めてあのお仕事でご一緒した時は、四季君とは全然イメージの違う役をやられてて、いけすかない男。寺島さん的には自分の中で一番こう得意というかしっくりくる役柄ってどんな感じなんですか？しっくりくる役柄、うん、多いなって感じるのは、うん、カマセイヌ。そうなんですか？俺やってやるぜ、うわーっていうやつ。まさかの。で仲間になる。あ、なんかちゃんと仲間になる。そうのパターンが多かったり、自分の性格もあるけど、はい、なんかこう俺が真ん中だみたいなっていうタイプじゃないから。だからやっぱキャラクターとかやっててもなんかその脇で賑やかしてる方がどちらかというと好きかも。あ、じゃあ。続いての質問どんどんいっちゃいますか。何が来るかな。はい、寺島パイセン。はい、太郎さん、私あの一度アフレコご一緒した時に、はい、あの私は緊張していて端っこでこうやってやったんですけど、寺島さんとあの石の話をされていて。してたしてた。はい、で私も結構あの石に最近興味を持っているので。あら、ようこそ石の世界へ。パワーストーン的な。そうそうそう、パワーストーン。あ、興味ない。そんなに。うちのマネージャーが大好きで。え、今いらっしゃる。そうなんです、うちのマネージャーもすごい腕にジャラジャラよく僕はもう最終的にだんだんそのブレスレットからその原石系に興味がいっちゃって、こっちの方がね不思議なのが多くて興味を持ってどんどん好きになったんだけど、でも多分ブレスレットから作るんだから、パッと見の印象だとまあいわゆる女の子らしいというか綺麗な感じだから、ローズクォーツとかは女性性を高める、そうそうピンクのやつ、比較的安価で手に入りやすいし、もうちょっと濃い色欲しかったらインカローズっていう、またこれもあのすごい素敵な石なんだけど、今白いワンピース着てらっしゃるから、白系だとムーンストーンとかがもう女性性高めるやつだから合うかもしれないよねっていうぐらいのことは。すごい、急になんか石の教養番組みたいなエデンズゼロチャンネル。いやでもなんか寺島パイセンの中身がめっちゃ知れた気がします。すごい喋り出したよね急に。ちょっと変人が見れましたもん。じゃあちょっとその流れで、はい、寺島パイセン、はい、あの簡潔に聞くと、金が貯まる石って何ですか？金が貯まる石はだいたい黄色系は貯まりますね。あ、黄色いの。風水ともやっぱつながりありますから。なるほど。おすすめなのは、シトリンと、シトリシトリ、あとゴールドルチルクォーツですね。すごい名前、はい、ルチルクォーツっていうのがあって水晶の中に針みたいなのがブワーっていっぱい入ってる。線状のものが、それが金色の針だったりシルバーの針だったり。あ、違うんですね。そうそう、いろんな色のやつがある中のゴールドルチルクォーツがやっぱ金とか。へえ、いいやつですね。すごい、今即検索してくれてるもん。あ、なるほど。キラキラ。本当です、なんか針みたいな。パワーが強い石ではあるので、これがなんか自然界に勝手に生成されるってのすごいですね。こんな洞窟からできたらびっくりする。やばいですよね。僕のテレビシリーズの後半でね、鉱石採掘してますけど、まあ、確かにそうですね。労働させられます。めっちゃ凝らされましたもんね我々は。あんな感覚、あんな感覚ではないけど、ああいう洞窟とかから採掘されるんですよね。なるほど。
ど。石、こんな質問でいい。いや、めっちゃ声優業界関係ない。超ためになってますよ。よかったです。じゃあ、はい、さあ、それでは皆さん、エデンズゼロのスマホゲーム、エデンズゼロポケットギャラクシーの事前登録よろしくお願いします。はい、事前登録の詳しい方法は YouTube の概要欄をチェックしてください。さあ、それではそろそろ終わりということで、エデンズゼロチャンネル高評価&チャンネル登録よろしくお願いいたします。せーの、にゃんにゃん。